ここが温泉旅館？どこが？ヘビー！アキラちゃん、ヘビーがいた！ヘビーぐらいいるって、こんなど田舎。麓の温泉街まで来て、やっと見つけてきたのよ。たった一軒のコンビニ。もう喉からっから。はい、うん、ここはさ、お昼か？いえ。それとも、あなたで。ぐっ。起きな。ちょっとは状況考えてよ。騙された男の数数えてみたことある？一体いくつになったら懲りるんだろうね。サトシさんは約束してくれました。温泉旅館のおかみさんになってほしい。そのサトシさんはホタルさんよりも若い男で金持ちで、ね、かっこいいの。ホタルさんが勤めた青森県の旅館に突然フラッと現れた。さあ、この人が仲良していたホタルさんに約束をした。旅館を経営するつもりだから手伝ってくれないか。そしてそのままいなくなった。きっと忙しいの。どんどん日が過ぎて、でも約束を信じてここに来た。行くあてなんでどこにもないもの。だったらなんでこのアキラを呼び出したの？当て黒だと思って。いえ、一人ではお掃除できませんもの。案外広いのよこのお宿。母屋があって離れがあって、その奥に露天風呂があるのよ。そうだ、露天風呂を掃除しましょう。頑張れば一番風呂を楽しめますよ。ホタルさん、バイト料くださいね。こちらでございますよ。おクモの巣です。表回りは伐採しておくように頼んでおいたのですが、中に入るのは久しぶりです。そう、少し疲れましたわ。どうぞおかけください。よいしょ。はい、いえ結構です。あ、ごもっともですな。主人はどうしてこのような偏僻なところを購入したのでしょうか。偏僻と申されましても、私は温泉組合長として相談に乗りましたのでね。主人は優秀な証券マンです。こんな物件目もくれないはずですわ。目もくれないとはひどい。あ、いやいや、厳しい。どうしてこんな物件を買ったのかしら。いやいや、どうも。組合長さん。はい。何かお隠しではございませんか。とんでもない、奥様に隠し事など一切ございませんよ。組合長。おお、かか。組合長、リス、リスをちょうだい。待ってたよ、君へ。おお、かみ。はい。リス。はい、おお、かみ、リス。あなたに会おうとして、旅館から直接こちらに向かったんですが。ああ、おいしい。久しぶりの山道。途中で迷ってしまったのよ。奥様、こちらが大狼の。申し遅れました。私が元の温泉街を仕切っております大狼の鎌田君江でございます。お世話になりますわ。実は私の家内でして。大狼。はい、大狼。いや、どうも。まあ、奥様ですか。では組合長、奥を案内して差し上げなさいな。そうですな。あ、では、あ、こちらへ。ほうきだ、ほうき。おお、なんだ、客か。なんだ、君は。お客だ、ホタルさん。なんでしょう、一体。誰か、他にいらっしゃいますの。いや、そんなはずはないのですが。はいはい。あらま、どうしましょう。もうお客様が来られました。あの、
り直してよ。一年もあんまりだわ。だってこの堀は蜘蛛の巣だらけ。蛇も出たし。出ました。というわけで、ただいま営業に向けて頑張っているところなので、今日のところはお一人を。私は温泉組合長をしております山田茂雄と申しましてね。温泉組合長、客じゃないんだ。あなた方は？ホテルと申します。この宿のおかみです。どうぞごひいき。あ、アキラです。番頭になるでしょうか。か、許しません。なんです、ずうずうし。ここは廃業されて、もうそんなのしてあったんです。営業するんです。サトシさんに頼まれました。サトシ？はい。神坂サトシのことでしょうか。いえ、知り合い。そのサトシさんに頼まれて、おかみとして旅館を切り盛りしてくれと。では雇われたとおっしゃるんですか。はい、だからここにいるんです。こちらをご存知ですか。いいえ。こちら神坂サトシさんの奥様です。奥様？あお、まあ、あなた方の素性は後で確かめることにします。素性だって？態度を見れば生まれ育ちが分かります。ちゃんとなさい。あの大失格です。大失格。狼まずは訳を聞こうではありませんか。そうそうそう、まあ、立ち話もなんですから座りませんか。結構です。失礼ですが、あなたは本当に主人から狼を頼まれたのですか。はい。どうしてこんな辞書を購入したのか事情をご存知ですか。ここで温泉旅館を経営するとおっしゃいました。こんな建物で経営が成り立つと思ったのかしら。そうおっしゃいました。またこちらのご主人とどこで知り合ったんですかな。お客様でした。私は青森県の旅館で仲居をしていました。青森県仲居さんなの。はい。主人の取引先は青森県にはなかったはずですわ。あら、はあ、ではそちらからいきさつを伺いましょう。はい、どうぞ。ふらっとお越しになりました。どちらからお見えですかとお尋ねいたしますと、上野発の夜行列車降りた時から。青森駅は雪の中、しっかり聞いた、はい、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海なりだけを聞いていたと申されました。本当なの？本当でしょうか。で、瀬戸さんは3日間滞在なされました。応世はいたしました。応世は？その辺で佐藤さんに頼まれたんです。再建したい旅館がある、お上として尽力してくれないかって。主人が青森で旅館に泊まったのです。はい。出張が多い人ですけど旅館が嫌っております。え？ネットが使えないと仕事ができませんから、いつもホテルだけを利用していますの。別人ではありませんか。そうか、別人、別人かも。別人だって。温泉宿の名前もちゃんとあるんです。何ですって。あ、看板もあるんです。え、嘘。なんて書いてある。人生一服。人生一服。サブ、サブタイトルもあるんです。何より笑顔満腹。あ、笑った。いえ、ホタルさん、本当にこれ？はい、人生一服、笑顔満腹。ダメです、これじゃあ誰も近寄りません。そうだよ、こんな名前の旅館に来る客は受験に失敗したとか自己破産したとか男に騙された女とか。あ、あ、男に騙された。あ、違います、これが佐藤さんの考えた看板なんです。この辞書は陽子さんの所有する財産です。あなた方がここにいると言い張るのなら警察を呼んでもいいんですよ。ゲー、そんな、狼、そんなもそこまでしなくても、ね、なんです、その服えつらは。本当に狼が万能になるならもっと笑顔で応対できないとダメです。笑って。ごめんください。誰？はーい。
泊まりに来ました。もうこれもどうなってんだろう。どうなってるんでしょう。懐かしい。何年ぶりかしら。あら姉さん、ゆきえさんじゃん。はい、ゆきえさんだ。知り合い。あなたもしかしてきみえさん。お懐かしい。どうなった。オオカミ。オオカミ、こちら様は山川ゆきえです。あ、で、ほらほら、あなたがガキ大将だった頃覚えているでしょ。いつ。ほら、こちらの旅館で助けていただいた。しげちゃんだ。しげちゃんだって。ほら、五平餅よ。あ、五平餅食べ比べ競争で喉を詰まらしまっと指突っ込んで背中刺すって助けてくれた。はい。いやー、お久しぶりですな。どうしてここ。ネットで検索したらここがヒットしたの。再建されたって書いてたので飛んできちゃった。ほら、そうなの。懐かしい。でも荒れちゃったわね。いや、ここはお泊まりはとても無理です。温泉お楽しみでしたらぜひ私どもの旅館にお泊まりくださいな、大神。もちろんです。そうなさい。でもここに泊まりに来たの。あなたがおかみさんね。はい、ありがとうございます。でもまだその用意ができていませんから。でもこちらのお客様では。こちらはご主人がこの辞書をお買い求めなさったんです。神坂陽子と申します。まあそうでしたの。私若い頃この旅館で働いてたんですのよ。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。ここは昔登山客で満員でしたのよね。でしたでした。あのお話伺ってもよろしいでしょうか。この旅館の裏山にはイノシシもシカもクマも住んでますが。クマ。この山全体が命のエネルギー。空気も水も命でいっぱい。命でいっぱい。そうだからここが源泉に一番近いお宿なんですよ。その通り、一番です。はあ、だから癒しのパワーがすごいの。そうだ、奥座敷に鎧と兜が飾ってあったのを思い出したわ。鎧兜あったっけ。あったあった、ありました。まだあるかしら。 あの組合長さん。はい。私もっと詳しく見たくなりましたわ。陽子さん。はい。ここはあなたのものです。経営しようと処分しようとあなたが決めることです。処分するな。おだわり。はい。陽子さん、じっくり見てから決めてくださればいいのですよ。はい。では奥様、中をご案内しましょうか。しげちゃん、私がご案内いたしましょう。おいでなさい。これではあべこべですな。行っちゃった。どうする。一応お一人様お泊まりなんだけど。なんとかするじゃないか。掃除しようと。よし。逃げた。そんな人じゃない。でも奥さんが乗り込んできたんだぞ。もう
なんてありました？あのお客様、やっぱりちゃんとした旅館で過ごされましては？ああ、俺送っていきますから。いいえ、ここに泊まりに行ったんですもの。多少の冒険はね。じゃあろうそくつけましょうか。ライターない？ない。ああ、まさか電気が通ってなかったなんて、ごめんなさい。いいえ、ほんと楽しい。私ここを辞めてから調理の免許を取ってお店をやってきたんだけど、突然ひらめいたの。帰れって。じゃあ調理師の免許お持ちなんですか？はい、お手伝いするためにやってきたんです。一旦負けた。ホタルさん、東北の生まれなのね。なしてわかるの？この旅館に東北弁話す友達がいたのよ。誰か来たよ。あ、奥様。ほら、ランス風の懐中電灯ですよ。お困りだと思って。まあ、助かったわ。お邪魔してもいいですか？そりゃあなたの辞書ですし。そうだ、途中白樺の林を抜けたところでパーッと上を見たら満天の星空に囲まれていたんです。あそこは綺麗でしょ？はい、天の川銀河がくっきり見えて夏の大三角形が輝いていました。夏の大三角形？琴座のベガ、ワシ座のアルタイル、白鳥座のデネブ。詳しい。子供の頃から星を眺めるのが好きだったの。一人ぼっちで育ったから。あ、根っからのお嬢様だ。ベガは織姫、アルタイルは彦星よ。ほら、七夕のお話に出てくる。知ってるよ。一年一度銀河を挟んで輝き合う。もっと会いたい、もっと長く会っていたい。ロマンティック。ロマンティックじゃない。え、リアルなの。悲しいくらい。ごめんなさい、私ここの話もっと聞きたくなりましたの。ここは昔中井さんがいっぱいいて忙しかったのよ。まあ想像もつかない。辛いことがあっても温泉に入れば何にもいらなかった。山の中、まるで時間が止まった宇宙にいるようですね。そう、命がこの瞬間を満たしているの。え、命の脈動よ。命の脈動？そう、だから人生一服ってネットで見てピンときたわ。あら、私のサイト見てくれたんだ。私はてっきりサトシ君が再建したのだと思ってました。サトシ君？では幸恵さんも主人神坂サトシをご存知なのですか？遠い昔ね。あらら、遠い昔のサトシ君がご主人だったら本当に旅館をやるつもりだ。わからないの、うん、奥様、そろそろご主人を連れてきてここで一つけじめをつけてください。そうだわ、陽子さん、私も会いたいわ。主人は亡くなったのです。死んだ。残された資産を弁護士さんに整理してもらいました。この宿の権利が残されていました。主人が残した土地、どんなところだろうと思ってここに来たのです。亡くなったなんて、そんな。入院した時、彼は余命を知っていました。そして笑顔のまま行きました。サトシ君が死んだ。なんかすごい展開だよ。こんな山の中の一軒家、主人はどうして残して行ってしまったのでしょうか。絶望だ。その上、おかみさんになる人まで決めていたなんて。おう、なあ。そうだったの、陽子さん。元気を出してくださいね。ありがとう。少し星空を眺めてきます。星空か。お嬢さん、じゃーん。ああ、人生真っ暗。
ましたね。はい。それであなたこれからどうするおつもり？セトシさんが来るって約束した日が今日なんです。だからいます。いるってあなたね。ココアいかがです？それともおしるこはですよね。おーい番頭さん、手伝っておくれ。番頭さんって俺だ。やれやれ、運んできましたよ君へ。オオカミ。オオカミ、どこを置こうか。これは朝食です。私も時間抜いた前に作ってもらったんですよ。え？コンビニ弁当ばかりじゃ体に悪いと思いましてね。3人もあるということは俺たちの分まで？もちろんですよ。すみません、お金は組合長からのおごりです。オオカミ。オオカミからのおごりです。ところでいつまで居座るおつもりですか？他に行くところがありませんし。私はこの温泉街を取り仕切っています。奥さん、いや神坂陽子さんが望めばちゃんとこの宿を再建させます。はい。もっと優秀な人を連れてきます。はい。再建に必要なノウハウをよくご存知な方を連れてきます。はい。あなたが邪魔なの分かりますね。はい、すみません。オオカミ、そこまで言わなくても。言わせて。はい。まだ何の手続きもしてないんでしょ？保健所好きじゃなくて。まあこんな状態でお客様を迎えてごらんなさい。温泉組合に苦情が殺到しますよ。そうだったらどうしてくれるんです？すみません。ああ、これ雪江姉さん、お目覚めですか？朝のお風呂をいただきました。気持ちよかったわ。でしょ、朝から湯船を身が浸しておきましたからね。どうにね。あ、ホタルさん、おはよう。お客様、よくお眠りになられましたか？はい、この通り。あなたも元気出してね。はい、姉さん、今朝はうちの板前の料理を運びましたわ。そう、ありがとう。まあ、おいしそうなこと。飛騨牛に山菜の天ぷら、それに朴葉味噌もお付けしましたよ。まあ、朴葉味噌をいただけるなんて嬉しいわ。じゃあ、お部屋へお運びしましょう。おい、真野さん、頼むぞ。え、俺？あ、はい、わかりました。素直で多い、結構ですな。本当にお上が務まるの？青森、お帰りになる。そう、暑いわね。ホタルさん。はい。実は奥様をお呼びしたんですが。ああ、ね。ああ、奥様。ああ、このままでは困るでしょ。ですからですね。では、私はこれ。私はどうすればいいんでしょう。私、何も知らなかったの。何も？あの人の生い立ちとか、夢とか。夢？おかしいわね。会ったばかりのホタルさんに尋ねるなんて。いえ、佐藤さん、ここで旅館を営みたかったんです。その約束の日が
今日なんです。まあ今日が。でも私は素人なんです。素人？お宿を切り盛りするだなんてとてもできねえ。頼まれたことなのに何もできません。青木さん帰ろうと思う。え？お世話になりました。それでは困るのです。え？主人はウォールストリートで金融も扱っていました。ビルの夜景が似合う人だったんです。それがどうして青森に行ったのか、どうしてこんな辞書を購入したのか、わかんねえ。ごめんなさい、あなたを責めたのじゃない。私は丸ごとあの人に預けていたから。預けていた？もういいの。蛍さんは主人をどんな人だと思いましたか？正直に話していいですか？うん、お願い。かっこいいなって。それで？今日お立ちですねとお部屋に挨拶に参りました。お世話になりました。そう言って心づけをくださったんです。したらご主人が泣き出したんですよ。え？一緒に飲んでくれませんか？そう言われて宿の居酒屋に誘われました。こんなおばさんでもあらっと心ときめきました。すみません奥様。そうなの、主人とは仲のいい夫婦のつもりでいたのよ。すみません。あの人私の前ではいつも陽気に笑っていたから。陽気に？だから余計にわからなくなってしまった。すみません。蛍さんっていつもキラキラ輝いて見えるわ。うな、命はみんな輝いているのに、この私は不安ばかりで少しも輝けない。あはあ、人生の中に掴んでおけるものなんて何にもないんですね。お、奥様？ありがとう蛍さん。やっぱり私ここを売却します。売却？東京に戻って弁護士に手続きを取らせます。弁護士？主人があなたにどんな約束をしたのか分かりませんけど、ご迷惑をおかけしたのなら償います。なあ、私だってこれからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れているのです。それは私も同じなんだべ。しまいましたけど、あの幸恵さんはいつまでご滞在でしょうか？永遠に。永遠に？大月がいっぱい咲いてたわ。大月。思い出よ。この辺り一面に大月が咲いてた。ああ。私若い頃人と話すのが苦手だったのよ。そうは言えないけど。ある時注文が行き違いになってしまって。この料理どうするんだって板前さんにこっぴどく叱られちゃってね。あるある。誰にも言えずにこの場所でメソメソしていたら男の子がやってきて、泣いちゃダメだって背中をさすってくれた。その男の子がサトシ君。あのサトシ君？でもサトシ君の方が泣きたいくらいだったの。お母さんを亡くしたばかりだったし。サトシ君のお母さんというのは？同じ仲居として住み込みで働いてたの。サトシ君のお母さんと一緒にね。ある。身寄りもなかったから
私が最後を見取りました。とても優しい顔をなさってました。サトシを授かってこの子を育てられて本当に幸せでしたと言って亡くなった。悲しいけどいい話だ。そのお母さんが亡くなった日は燃えるような真っ赤な夕日が出ていたのよ。そしたらサトシ君が草むらの中に入っていったんです。見ると真っ赤なホオズキが咲いてた。真っ赤なホオズキ、これ母さんが好きだったんだ、だから投げるんだ、天国に届くようにポンポンするんだってね。ポン、宝石を風船のように草むらにいっぱいホオズキが咲いてた。あのあたり、あのあたりか、どれどれ、ほら、アキラちゃん探して。はいはい、お草がかゆい。まあ、あら、ここに、まあ、咲いてました、ホオズキ。ええ、見えます。これがホオズキか。今も実がなってますよ、サトシ君。ほーら、ほーら。万事休すですな。いや、参りました。おはようございます。万能さん、あ、いや、アキラさん。じゃあ、これで。残念だが、それしかないようですな。あら、どうしたんです、アキラさん、その格好は。本日限りでクビになりました。それはショックだわ。ああ、やっと着いた。あ、姉さん。お世話になりました。この辞書を売ろうと思います。皆さんのお気持ちはありがたいことなんですけど。そう。というわけでして。蛍さん、ごめんなさい。いいんです。あの、居酒屋であなたと主人は何を語り合ったの？え？お互いもう会うこともないと思うんです。主人のことを聞いておきたいの。そうね、ぜひ聞かせてちょうだいな。私も聞きたいの。はい。夢ってありますか？そう聞かれたんです。それで？ありますとも。酔っていたものですから口が滑りました。ずっと夢見ていたことなんです。ある山里に小さな温泉宿がありました。源泉かけ流しだけを売り物にした
今にも潰れそうな温泉宿。でもそのお湯に浸かるとホッとするんです。悩みも悲しみも忘れてしまうんです。そんな温泉宿のおかみがしたいんです。そしたらその夢実現しませんかってご主人が手を握ってくれました。そう、ご主人の手は温かかった。まるで温泉に浸かってるみたいに温かかったんです。あなたも温かい人ですわ。約束から半年経って渡してくれた住所のメモを見ながらここに来ました。すると夢見た通りの温泉宿がありました。そうだったの。じゃあ奥様待ってください。あいつはサトシはここを忘れていなかった。え、陽子さん。はい。あいつはサトシはこの宿で育ったんです。この宿の中井さんの子供だったんです。まあ、住み込みの中井さんがシングルのまま子供を育てたんですよ。そうなのよ、ゆきえさん。さぞ肩身の狭い思いをしたことでしょうね。そのお母さんが亡くなった後しばらくして、さとしさんはどこかに消えてしまったのです。そうだったのですか。そしてちょうど1年前、サトシはやってきたんです。はい。彼は自分が生まれ育ったこの宿を買ったんです。お母さんが亡くなった時はまだ子供だったから、悲しくて我慢できなくて、お客が引いた後の誰もいなくなった温泉にたった一人で使って泣いていたんですとおっしゃっていました。まあ、そうだったんだ。ゆきえさん、お母さんを見送った日は真っ赤なほおずきが野原一面に咲いていたんですってね。そう、覚えていてくれてたんですね。ほおずきですね。ホタルさん。はい。実はサトシ君のお母さんのふるさとは東北だったのよ。え？だからきっとお母さんのルーツを探して青森に行ったんだわ。あったのか。あ、そうだったの。ホタルさん。はい。彼は私どもに頭を下げました。素人でも経営に困らないようなサポートができないだろうかとね。え？サポート？そして私は約束したんです、あいつと。約束って？わかった、できる限りのことはやってみようとね。まさか。失敗してもいい。私が死んだ後妻がここで悲しみを癒してくれればそれでいい。まあ、死んでいくよりもっと辛いことがあります。それは私が亡くなった後妻が苦しむのが切ないって。あなた、もし遺産の整理でここを訪れることがあったら、ほんのひとときでいい、温泉に浸かれるようにと。もし悩みがあれば温泉に浸かっていつでも悩みを乗り越えられるようにと。人生一服、そうか、分かったよ。人生は休んで笑顔に帰れってことなんだ。約束した日にお二人が来てくれました。はい。来てくれてありがとう。その日に奥さんまで来られました。はい、はい。まるで何かの糸が結んであったみたいに。何かの糸？そう、何かの糸が。何かの糸？
ありがとう、あなた。今まで迷っていた私をどうか許してください。蛍さん。いいえ、おかみさん。はい。この宿はあなたのものです。あなたのための温泉宿なのですわ。な、蛍さん、この宿のすべてをあなたにお任せいたします。どうか主人の願いを叶えさせてください。お願いします。はい。あ、奇跡だ。本当奇跡だ。陽子さん、よくおっしゃっていただきました。はい。私は温泉組合長としてできる限りの援助をお約束いたしましょう。ありがとうございます。蛍さん。はあなたを試してごめんなさい。試されたんだ。陽子さん、何でしょう。この温泉宿が長いこと待ちに待った待望のお客様は陽子さん、あなただったのですよ。ゆきえさん、皆さん、ありがとう、ありがとうございます。あ、よかった。まるで見えない糸につながったような。ああ、見えない糸。あきらさん。番頭さん。はい。ボケっと突っ立ってないで。え、人生一服、待望のお客様のご案内を。はい、待ってました、おかみさん。終了公演を終わります。ありがとうございます。